はい、今日は、買ってよかったものを紹介します。ハンディスチーマーですね。なんでこれ買ったかっていうと、アイロンとかってこう台を出したりとか、結構まあ一作業あるじゃないですか。で時間もかかるしって考えた時に、まあ、シャツとかジャケットとかさっとこう、まあ、シワ伸ばしとかできたらいいなと思ってて、でずっと、まあ、ティファールのやつとか欲しいなと思ってたんですけども、たまたま日立の商品見つけまして、でレビューとかもすごく良かったんで買ってみました。でちょっと使ってみたいと思います。で、ここから水を入れます。でこれは、付属のアタッチメントがついている状態ですね。これで外せます。外した状態ですね。で水を入れたいと思います。はい、水を入れてきました。付属のカップもついてます。で電源を入れます。コンセントに挿したらこんな感じで電気がつくので、シャツとか、まあ、綿シャツとかはこうですね。で点滅してる時はまだ準備中なので、点滅が終わったらできます。これも結構早いんですよね。もう準備できました。30秒かかってないですね。はい、今日用意したのはめちゃくちゃシワシワのシャツですね。オックスフォードシャツかな、これは綿100だと思います。じゃあやっていきましょう。ですね、ここのボタンを押すと1分間スチームが出続けるという仕様になってます。1回押すだけでいいんで楽ちんですね。じゃあやってみます。どうですかね。右側はこっちはめちゃくちゃシワが取れてますね。じゃあもうやってない方はシワくちゃですね。じゃあもう片方もやっていきたいと思います。
はい、たった数分でこんなにシワが伸びました。シャツをよく着る方おすすめです。